久保さんまわ、あ、がまま,ですよ、ね、がま,ま <laughs> あれはやりたくないけどそれはしたくないけどお金は欲しいっていうね <laughs> まあ人間っていうのはわがままですよね、うん、だからやっぱね僕もいろいろお金の扱ってるんですけどもやっぱ究極はやっぱうん何もしなくてもお金が増えるっていうね なんか僕は仮想通貨がすげえ流行った時にねおすごいあやっぱそうなんだなーっていうのはすごくなんかしみしみ感じたのはネットビジネス頑張りますって言ってた人が全部仮想通貨に流れたっていうねもうほとんど9割ぐらいが流れたんじゃないかなっていうね、まあ、そういう肌感覚だったんですけどまあ何年前だ10年前ぐらいですかもううーん一時期すごかったですからね うん、だからなんすかねまあなんかやりたくないけどお金は欲しいんですよね、うん、僕からするとや,やればいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから手は失いたいだから手は失いたくないけど1億欲しいって感じですよね <laughs> 手は動かしたくないけども1億欲しいっていうね うん、だからまあ宝くじが宝くじが売れる理由って多分そういうことだと思うんですよねまあそういうことというかまあちょっと意味合いが違うかもしれないですけどまあ働かなくても1億じゃないですか宝くじ買うだけで当たればねうんそうだからそこになんか希望があるんでしょうね占い占い的なところでもし当たったらみたいなねとりあえずなんか買っとくかみたいなね <laughs> とりあえず買っとくかみたいな <laughs> ととりあえず占っとくかみたいなね、うん、でもそこに可能性はそんなにないのは知ってるわけじゃないですかそう占いも100%当たるっていうわけでもないだろうし、うん、当たったところでどうするって話でうんそう人間っていうのは面白いですねうんわがままな生き物ですいってらっしゃい